私の名前はゆらりえこと言います。絵を描いたり物を作るのが好きな子供でした。大学では日本画を学びましたが、陶芸に興味を持ち、最初はろくろで器を引いて作っていました。土の表現をいろいろと試しているうちに、私にぴったりの表現方法が見つかり、絵画ではなく陶芸をしていくことに決めました。私は自然に触れることでインスピレーションを受けています。身近にあるとワクワクし、オブジェとか器の境のない作品を作っていきたいと思っています。長く楽しんで生活の中で使ってもらえると嬉しいです。